ライザ、友達とのお別れ会に行くのかい？うん。あ、今から農作業の手伝いとかはやめてよ。いや、そうじゃなくて、何お父さん、変な顔でうなっちゃったりして。泣いちゃダメだよって励まそうとしてるんだよ。お前が何でもないふりしてるからさ。そんなことあるわけないでしょ。やだな、もう。強がったって私たちには隠せないよ。お前の親なんだから。うん、泣かないよ、大丈夫。ありがとう、お父さん、お母さん。楽しんでおいで。どこにも行かない私たちが帰りを待っているから。お別れ会が無礼講だからって錬金術師さんにご迷惑かけるんじゃないよ。もう分かってるってば。お客人だけでなく悪ガキどもまでほとんどいなくなるか。お前も寂しくなるな、ライザ。別に私は寂しくなんか。結構あるかもね。でも手の手続きってなんであんなにややこしいんだろう。たかが試験の申し込み程度でさ。タオが王都へ、しかもボースと一緒に留学とはな。半年前の私が聞いたら笑い飛ばしていただろう。行くって決めただけでまだ行けるとは決まってないけどね。特別待遇が受けられるよ。試験を頑張るよ。クリント王国の文字をスラスラ読めるんだし、もう合格は決まりよ。前祝いにパーッと行きましょう。
君には娘が本当に世話になった。もちろん私もだ。こちらこそ、錬金術師として村に認めてもらえる助力をしてもらってありがとうございました。できれば旅の空の元にある娘とはずっと友達でいてあげてくれ。もちろんです。私たちは一度待たせている妻のところに帰るつもりだ。あの子のフルートを聴かせるために。はい、クラウディアはきっとルベルトさんとまた旅に出ると思いますよ。私わかるんです。そっか、信じさせてもらおう。錬金術師ライザリン・シュタウト君。ライザー、準備できたよ。行こう。うん、それじゃ失礼します。何と交換しよう。これでいいかな。取引成立だね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 。これ取引。取引成立だね。これでいいかな。取引成立だね。また来ますね。